皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニングをしている方、スポーツをしている方にありがちな腰の怪我についてのお話しさせていただきたいと思います。ぎっくり腰とかね、やったことある方たくさんいらっしゃると思います。私も何度かやったことありますし、トレーニング中に痛めたっていうことも実はあります。で、そんな時にどういうふうにね、対処をしていったらいいのかっていうことをご説明させていただきたいと思うんですけども、これはね、私いろんな動画でお話をしているんですけども、まず最初にですね、痛みや違和感がある時は必ず医療機関を受診してください。これだけはね、最初に説明をしておきたいと思います。腰の怪我となると、まあよくあるのは、まあただのね、ぎっくり腰、捻挫っていうパターンもありますね。まあこれが一番多いとは思うんですけども、もう一つ、腰椎のヘルニアとか腰椎の滑り症とかですね、骨に異常が出てしまっている場合っていうのがあります。こういう場合に無理してトレーニングをやってしまうと、最悪の場合手術が必要になったりとか、下半身にしびれが出てしまうとかね、しびれが残ってしまう、ずっと残ってしまうとかね、そういう重大な事態に発展しかねないので、しかもですね、この痛みの強さとか違和感の強さっていうのは、こういったね、症状のひどさと、まあ、比例しない時もあるんですよ。ヘルニア持ってても痛みが出ない方も実はいたりします。こういう腰の痛みっていうのは、そういった怪我以外にもストレスとか栄養状態とか、いろんな要素が絡み合って最終的に痛みとして出てくるので、これぐらいの痛みだったら大丈夫かなとか、まあちょっと違和感あるぐらいだから大丈夫かなと思っていたら、実はヘルニアだったとかですね、手術一歩手前だったっていうケースもなきにしもあらずなので、腰がずっとなんか重いんだよなとか、ちょっと痛みが続いてるなとか、そういう不安なことがあればですね、まずは整形外科ですね、レントゲンですとか、もっといいのは MRI 取ってもらうことですね。そういったところでしっかり検査をしてもらって、診断をしてもらう、で運動していいのかどうかっていうところも含めてお医者様に見てもらうっていうのが、まず最初のステップとして皆さんにやっていただきたいことです。で、その上で、まあこれぐらいだったらトレーニングしていいでしょう、運動していいでしょうとなった時に、どういうふうに痛みや違和感が出ないようにトレーニングをしていけばいいのかっていうことをお話をさせていただきたいと思います。まあ一番ね、手っ取り早いのは、もうトレーニングをしない、まあ違和感の出るトレーニングはもう一切しないっていうことになるんですけども、特に腰のトレーニングが影響してくるのって、下半身のトレーニングが多いです。スクワットとかデッドリフトなんかですね、この2つが一番ね、腰痛が影響してくることって多いんじゃないかなと思います。まあ他にも、例えばこうベンチプレスで腰が痛くなるっていう方もいたりするんですけども、まあその腰痛がね、一番こう影響してくるのってスクワットとかデッドリフトだと思うので、まあ今回はね、この2種目に集中して解説をさせていただきたいと思うんですが、まあまずスクワットとかデッドリフトで痛みが出てしまう、違和感が出てしまうという時は、腰への負担が少ない種目、あまり腹圧をかけなくてもできてしまう種目に変えていただくのがいいんじゃないかなと思います。スクワットとかデッドリフトって姿勢を維持するためにかなりですね、体幹の筋肉を使うんですね。まあそれこそ普通に腹筋運動をやるよりも強い負荷が腹筋とかね、背筋にかかったりするぐらいですね、実は背筋をまっすぐ伸ばした姿勢を維持するのに、かなりですね、腰も含めてですね、体幹部分にかなりの負荷がかかるトレーニングでもあります。なのでまずはその体幹部分にかかる負荷を少なくしてあげることで、腰の違和感を取り除いてあげようということになるんですけども、じゃあそのスクワットやデッドリフトの代わりになる体幹部分への負荷が少ない種目、どんなことがあるかと言いますと、まあ、まずスクワットの代わりでいくと、単純に担いでる重量が軽くなればなるほど体幹への負荷っていうのは少なくなりますので、片足で行うブルガリアンスクワットとかスプリットスクワットなんかは、腰に違和感がある時、不安がある時に非常におすすめです。私も腰の調子が悪い時なんかはもうスクワットはほどほどにしておいて、ブルガリアンスクワットなんかで足を追い込むようにしてます。他にはマシンのね、レッグプレスとか、ちょっとマニアックなね、ジムに行くとハックスクワット
なんていうマシンもあったりしますけども、こういうマシンでスクワット系の種目やっていただくと、まあ大体こう背中にパッドがついてて姿勢をね維持するのがスクワットに比べて非常に楽ですので、その分体幹部分への負荷も少なくなります。こういったマシンを使っていただいて体幹への負荷を分散させてあげるというのも腰に違和感があるときに非常に効果的です。次ですね、デッドリフトの代わりどんなものがあるかと言いますと、まあデッドリフトやってる方っていうのは、まあ下半身とか、まあ背中の筋肉を鍛えたいなって思ってる方が多いと思うんですけども、まずは私がおすすめするのはバックエクステンションですね。バックエクステンションもデッドリフトと同じように、まあ、ハムストリング、太ももの裏側とかね、お尻の筋肉とか背中のね脊柱起立筋なんていうところを鍛えてくれるトレーニングで、これはですねネガティブと言いますけども、上げたところからウエイトを下ろしていく局面での腰へのね負担がデッドリフトに比べて非常に小さいので、腰に不安がある時でも割とね安全にトレーニングを行うことができますので、デッドリフトの代わりとしては非常におすすめです。あとはですねハムストリングとかお尻を鍛えたいんであればヒップスラストとか、自重でいくとヒップリフトとかですね、こんな種目も効果的なのでぜひ試していただけるといいんじゃないかなと思います。背中の方をもうちょっとメインで鍛えていきたいという方は、例えばケーブルを使ったシーテッドローとか、マシンでのローイングとか、懸垂とかラットプルダウン、こういった種目で背中を鍛えてあげて、太ももの裏側ハムストリングとかお尻なんかはこうレッグカールとかバックエクステンションなんかで鍛えて補ってあげるみたいなやり方がおすすめです。このようにデッドリフトとかスクワットみたいに体幹部分に負荷がかかって、ちょっとね腹圧をかけないと体幹が安定しないような種目というのは、腰に不安がある時っていうのは、まあ痛みとかね、まあ怪我を発症するリスクが非常に高くなってしまいますので、体幹部分への負荷が少ない種目に変更していただいて、違う形でね足の筋肉とか背中の筋肉を追い込んであげるのがおすすめです。ちょっと不安があるなっていう方は試してみてください。今回はですね腰に痛みがある時の対処法、トレーニングのやり方についてご説明をさせていただきました。他にも何か聞きたいことがあればコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。